安倍監督のサジェスト。こちらすでに貼られた画像、小林となっております。小林、白紙。何時に差し置いて悪評出てくるのやべえよ。まだ1試合もやってないのにサジェスト当選されてる監督。立浪一津賀ってなんやと思ってくくったらちゃんこ屋か。立浪部屋って刑務所か何かと思ったら相撲家の。サジェストによく出てくる謎の何時。安倍、政治を許さない、やはり保守は騎士だ。もう世間にバレちゃったみたいだな。辛辣すぎるやろ、世間は厳しいの。サジェストって世間のがもろに出てくるから怖いよな。言うてほぼお前らのせいやろ。 W 何時って思ったより世間に対して影響力あるよな。何時からのはフィルートがなんだかんだ強いわ。安倍ってなんでこんなに余計なこと言いまくるんやろな。黙ってればいいのに。立浪さんはほとんど野球と直接関係ないというのがすごいわね。もう無能って言われてんのやばくね。試合すらしてないのにどんだけクソムーブかましたんや。言うても巨人がペナント上位になったらみんな手のひら返すやろ。ぶっちゃけ阪神以外が弱すぎるから負けようがないし、巨人の監督って優勝以外は無能扱いされるから辛いよな。由伸だって初年度2位なのに無能扱いやぞ。安倍ってホームランバッターだったのになんでバント信者なんや。てかバントはサジェストに出てこないんやな。ご視聴ありがとうございました。